さんこんにちは、ももチャンネルのももちゃんです。さあ今日はですね、本日5月9日ということで、ヒカキンさんがプロデュースされたされているみそきんとみそきん飯の発売日なんですけど、今時刻3時前なんですよ。お昼の3時前なんですけど、もしかしたらちょっともう完売している可能性があるんじゃないかと思うんですけど、結構私の住んでいるところは田舎なので、もしかしたら入荷がちょっと遅れて夕方とか夜とかに入荷するんじゃないかなっていう読みで、セブンイレブンにちょっと行ってみたいと思うんですけれども、私の家の近くに、2軒あるんですよ、セブンイレブンが。で1箇所はすっごい店内が狭いんですよ。で品揃えもちょっとあんまり良くなくて、なのでちょっとそこは期待できないかなと思うんですけど、もう一個の方は駅の近くで結構広めで、品揃えがその1軒目と比べるとかなりいいです。なのでそっちの方がある可能性は高いのかなと思っているんですけれども、こればかりはやっぱりヒカキンさんってすっごい有名な方じゃないですか。なのでその個数制限とかがなかったりとかしたら、やっぱり何個も何個も買う方とかもいて、中にはその転売する人とかも増えてくるんじゃないかなと思うので、ちょっと急ぎ目で用事を終わらせて、セブンイレブン2軒、はしごをしていきたいと思います。ということで今帰ってきました。時刻が今8時前となっております。セブンイレブン2軒行ってきました。無事に買いました。やったー嬉しい。もうなんか運使い果たしたみたいなところありますよね、正直に言うと。SNS とかで調べてて、なんか味噌菌売り切れみたいなのがトレンド入りしてたので、これはもうちょっとやっぱまずいなと思ったんですけど、無事に購入できました。でやっぱり田舎なのか、美味しすぎるという噂を聞いたのではい2個で、賞味期限とかが、10月、ラーメンの方が10月、あ、どっちも10月ですね。結構ゆっくり食べたいなと思うんですけれども、ちょっとまだ今8時過ぎの時間なんですけど、お腹がめちゃくちゃ空いててですね何にも食べてないんですよ。お昼は食べたんですけど、お昼食べるのがちょっと早かったので、すっごいお腹空いてるんですけど、ちょっとどっちか食べたいな。どうなんだろう、1年半くらいちょっとダイエットをしてまして、でその間ご飯は食べてたんですけど、ラーメンの方は食べてなかったので、といってもカロリーが1個あたり511キロカロリーですね、ラーメンが。まあ、ラーメン、量が多そうだからな、結構重いんで、ちょっとラーメンの方を、
重いかな重そうな気もするんですけど、ちょっとラーメンの方をいただきたいなと思います。ではまずこちら開けていきたいと思います。よいしょっと。いや本当に久しぶりにラーメンを食べる。本当に味噌がすっごい好きなので、最近っていうか、まあ最近全く食べてないんですけれども、二十歳になってからくらいかな。よいしょ。味噌菌特製油、こちら。よいしょ。で、あ、5分なんですね。あ、結構具材がいっぱい入ってる。こんな感じです。じゃあちょっとお湯を沸騰させていきたいと思います。では、お湯が沸いたので注ぎます。さっきちょっと匂いを嗅いだんですけど、めちゃくちゃいい匂いがしました。ちょっともう好きだなっていう1000だからこれくらいですね。閉めて、あ、閉じて、これ上にこう乗せて5分待ちたいと思います。さあ、5分が経ちましたので、お、あ、めっちゃ美味しそう。やばい、これじゃーん、こんな感じです。え、めちゃくちゃ美味しそうじゃない。わ、相当、いや、匂いがね、ちょっと伝わらないのが残念なんですけれども、すっごいいい匂いする。では、特製油の方をかけていきます。よいしょ。結構赤いけど、辛い感じなのか。こんな感じです。あ、またなんか、油をかけただけで、ちょっと匂い変わる？すっごいなんか匂い変わった気がするけど、気のせいかな。私麺は硬い方が好きなんですよ。バリ方が結構好きで、いつもラーメン屋さんに行くとよくバリ方でって頼むんですけど、これはどうなんですかね。一応5分なんですけど、ちょっと私さっきも言ったんですけど、固めが好きということで3、4分くらいで食べようかなと思っております。いただきます。ちょっとまだ熱いので、ちょっとだけ。やっぱり久しぶりに食べるラーメンと、この味噌の匂いと味と香り、めっちゃいい、めっちゃ美味しい。これ多分お腹空いてる時にこの量を食べると結構ちょうどいいのでは。うわー、これはこれめちゃくちゃ好きだな。夜のラーメンもたまにはいいかもしれない。久しぶりに食べるからこそ美味しさが倍増する。絶対に食べた方がいい。これ味噌菌飯の方もすっすごい美味しいんだろうな。
めちゃくちゃ美味しかった。もうなんか一瞬で食べ終わった気がします。で次回ですね、ちょっとまた日を改めて、味噌菌飯の方を、食べたいと思います。ご視聴ありがとうございました。